今のは注文したってこうやって探してる。まあ大丈夫。なんかやったら倒し方を倒し方をそれだけで、これだけを。右足で探して、今のだったらこっちに行くバーベンだから、こっちで探して、こう行くんじゃない、倒れていく、ストップ、こうじゃなくてこっち、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 こんなんはいらないじゃん。それでこうやってあったら、それで出るよ。こんなんいらない。あっちゃったら、このまま頭だけ受けて、そのまま倒れていく。こうやってやりすぎる。さっきのでよかったです。ここだけ我慢して、そのまま出ていく。この状態で、そう。今の。この状態で出ていく。お前のは、こうやってやる。ここをこうやってやれ、この状態でここで我慢して出てバッターの人はこうやってやる、そんなしないでしょ、この状態で高い位置でそのまま行く、そのまま進む、高い位置をわざわざ低くしていく、高い位置のまんま行く、高い位置を低くしていく、あー今日眼鏡だからやる気ない日だ、はい、そう、わー今のは体が回ってるわけです、すごいいいじゃん、よくない、意見言ってくれよ、この感じで来てるんです、うわ、使ってやるうわー、あのミニバスタイヤー、あそこは詰まらされる、ランドリーとかもいらんじゃん、はい、体重移動だけでいいわけじゃん、あれ投げれるようになったら、やり使えるよ、今お前がな、足のこと考えてないよ、足の踏み出し位置なんか考えてないよ、もっとクロスにしましょうとか開きましょうとか考えてないよ、これまで探してない、お客さんでも投げれるわ、あ、違う、今のは入るときにこうやって前に入ってるわ、今のはこうやって入ったらこう解けるしかないよ、
ここで入る。ここで入ったらダメ。あの、低い低い。高い。はい。そうそうそう。微妙な違いわかる。最初のもと、ここな。その前、その次は、ここな。ここと、ここの違い。本当に YouTube 用に分かった言ってるんじゃないよYouTube で浮き足立つのやめてよ、俺かそれは体で覚えよ、今の、はい、もうあとはもう自分で覚えていくからね。まだ今のは投げに行ったね。投げに行っちゃったね、うん、今のはだから投げに行くとほどけちゃうから選べると走る。ラストラスト投げに行かない、投げに行かない、体重移動だけよ。立つときにな、お前の立ち方がこうやって立つから、こういうふうにこっち、こっちに行くわ。このままでここを押さないからかって立てない。立ちましょうみたいなのがこうやってずれて、ずれてこのまま行くからずれたまま、この時点でもう決まってる、お前のコントロール。こうなったらもうこうなるじゃない、こっち一緒や。ナイスボール。何教えたときだけええんぞ。いなくなってからもやってくれよ。それ教える人がいいから。うわ、今自分で自家自家しちゃった俺。